パスは2010年に提供が開始されたスマートフォン用の写真共有メッセンジャーアプリケーションショーンファニングとフェイスブックの元幹部デイブモーリンが設立したソーシャル企業が開発2015年5月28日韓国企業カカオによって買収された2018年10月18日をもってアクセスを不可能とし同年11月15日をもって カスタマーサービスが終了した。2010年11月に大手スナズフェイスブックと類似した機能を人数限定で公開するクローズド SNS として提供を開始した。当初はつながることのできる最大人数は50人だったが、後に人間が安定的な社会関係を維持できる人数の上限とされている150人に引き上げられた。パス本社は アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコに位置するが、ソーシャルサービスは主に東南アジア、特にインドネシアで多く利用されていた。2012年2月8日、パスは利用者の iPhone 内の連絡先データを無断で同社のサーバーにアップロードしていたことを認めた。最高経営責任者のデーブ・モーリンは、これについて、ユーザーがパス上で知り合いを探すのを助けるためであり、 それ以外の目的には使っていないと説明した。同日、パスはサーバーから収集した連絡先データを削除したと発表し、謝罪した。アプリはアドレス帳へのアクセスの許諾を求めるダイアログを表示するようにアップデートがなされた。ありがとうございます。